お疲れ様でした。ありがとうございます。もう前受けから選考の流れになりましたけど、プランについては、もう選考ってことだけ考えた、あとは何も考えずに走りました。でもあのタイミングで踏み込んで、なんか S 取るつもりはなかったんですけど、まあ誰も行かずにあれだったらもうすんなり自分がかけれるかなと思って、しっかり仕掛けられたかなと思います。踏み応えとかどうですか？最近のレースの中ではいいと思います。最後までしっかり踏み切れて、はい、来る前師匠から何かアドバイスとかありました？なんか自分は先行が得意に一応してるんですけど、なんか玉野は逃げ切りやすいって聞いて、まあ、初めてだったんで、それも踏まえて走りました。まあ、実際逃げ切れて、はい、あの葵さんが真央さんのレースを見てすごい真央強って言ってたんですけどね。いや自分も前に葵さんが走って逃げ切ってたんで、それがちょっと自分に自信持って、自信っていうか勇気もらって走れました。いっぱい同門も揃ってるんで ね、今回6人いるんで、まあ、みんなで頑張れたらいいなと思ってきてるんで、しっかりやりきれたかなと思います。2日目以降も頑張ってください。はい、頑張ります。ありがとうございます。